まとめてかかってきてもいいんだぜ。そうかい、ならそろそろそうさせてもらいな、小鈴鹿。は？そうか、兄貴はこのカードで逆転を狙っていたのか。やっぱさすがだぜ。今こそ切り札を見せてやれ。覚悟しろ、これぞ必殺の魔法カード、リビングデッドの呼び声だ。リビングデッドの呼び声？墓場のモンスターたちがゾンビ化して蘇る。ゾンビはゴーストカードとなり、不死の力を得る。それは城之内の。これが城之内の妹。いくらあいつが寝ぼけてる野郎でも、こんな大事なものを落とすはずはねえぜ。きっと奴の身に何かが起きたんだ。あ、見て、あの中か。なんだこりゃ。気をつけて、ただの洞窟じゃないみたいだよ。あれって棺桶よね。でもこれ本物じゃなさそうだよ。え？やめなよ二人とも。気味悪い。大丈夫よ、こんな作り物。え？こいつ！やめろ！ペガサスの野郎、ふざけたもん作りやがって。城之内くん。なんだよこいつら。リビングデッドの呼び声によって全てのモンスターがゾンビ化したぞ。ゾンビだと？しかもゴーストカードとなり、墓場フィールドに適用してパワーアップ。